もう一回もう一回。ねえ、こんなこともあるの。図工して、図工。スカーやろ。あ、スカーな。スカルじゃない。ごめんごめん。どういう意味？もっと、もっと、待って、英語習ってたのにわからんわ。スカーって何？スカーって何？テイク中。はじめて涙を見た日は何もできそうにただただ手を握りました。泣き疲れて眠りかけた頃、僕の方を見てごめん俺とつぶやいて少し笑いました。そんなあなたでした。さよならさえ上手に伝えられなかったのは、また会えるような気がしたから。それとも初めて叱られたあの日は何も言えずにただただ、うつむきました。あなたは一人背を向け部屋出て行きました。そして心作りました。そんな二人でした。今日もどこかで出会い分かり合えた者たち、別れ雲の語り繰り返されます。聞いたことありましたか？ありがとう。